きチャンネル。じゃん。こんにちは。さあ今日はですね、はい、まあ、どんな仕事でもそうですけど、うん、これはやらない方がいいと思うよっていうことについて、はい、キャッチャー編です。へえ、キャッチャーがやらない方がいいこと、はい、うん、こういうのはもう本当最近も見たんだけど、はい、またやってる。あ、わかった。なになに。ブルペンで膝をつく、よく言ってるやつ。ブルペンそんな簡単に見えないからね。あ、そうですね。試合中。キャンプでしか見えないですね。試合中よ、試合中。試合中か。うん、試合中。試合中？うん。そのやんない方がいいことってのがあるんですか。やったわ。意味ねえのに。それが意味あると思ってんのかなみたいなね。まず一つ目が。はい。え、いくつあるんですか。三つ。3つもあるんですか。基本俺はもう3つ縛りだから。あ、そうなんですか。午後すると、はい、あの話が長くて、あ、1個目忘れるし、はい、時間すごいくるから、はい、3つ。え、じゃあ私でも、ああ分かるってなりますか。分かると思うよ。あ、見たことあるって思うかもしれない。なんかこうピッチャーに対する動作とかですか。こういうなんかこうなんかそれはない、うん、ピッチャーに対してじゃないね。ない、ない。あ、バッターに対してかな。バッターに対してなんかしてつぶやきとかじゃないよ。はい。でもなんかこそこそ喋ってる人いるんですもんね。うん、でもそんなグーグー触ってる人はいないけどね、うん、じゃあまずじゃあ一つ行こう。はい、わかんないです。じゃあ左バッター立ってて、はい、サイン出して、はい、こうやってキッキッってやってからアウトコース構えるやつ。え、そんなこんなことやってます。いいのよ、たまにこうやってガッガッって足でシャッシャッって。それなんでやってるんですか。それはあのインコースに構えたよっていうカモフラージュだよね、音出して。バッターに、バッターにこうやってシャッシャッってあったり、こっちインコースに、なんかこっち、そうそう、あの右バッターのインコースにシャッシャッって、はい、足でなんか足でシャッシャッってやってからアウトコース構えるやついいんだよ。あー、なるほど。見えてないから最近もやってた。あとこういうのとかね、はい、高校生とかでもやってるやついるけど、はい、カモフラージュ、バカだね。そうですか、うんうん、俺それ現役時代に、はい、もう超活用したからね。そうやってやってインコース来るやついないのよ、はい、あ、だって静かに行きたいよ、はい、わざわざやんだよ、はい、俺の時だったらやたらそれやんのよ、はい、もう俺やった時点で絶対アウトコースって思いっきり踏み込んでってライトで打ってった、でもそれ逆に、うん、あのこれバレてそうだから裏書いてる人もいるかもしれないですよ。見た、それ常にやらないから勝負どころだけしかやらないから。そうなんですか、うん、そう、常にやってたら聞かないじゃん。そうですね、うん、はい、たまにやるから聞くと思ってるわけじゃん、うん、あ、でも、はい、すごい音立ててやるって不自然だから、はい、不自然すぎますね、うんうん、でもそれでそっちに振りして外ですよみたいな感じで見せようとしてんだけど、はい、まあ無駄。もう俺にはバレバレ。そうなったら絶対アウトコース。私わかんない、気づいたことなかったですそれ。いるのよ、グーッとかチャッチャーみたいな。もうそれ両方でやるんですか、うん、ファンの人は見てると思うけど、うん、もうそれをもうやった時点で、はい、絶対アウトコースって。へー、もうやるだけ無駄。サイン出した後にやるってことですか。そうそう、出した後に、うん、やってからアウトコース構えんのよ。へー、ほんと見て見て、そういうやってるやついるから、まあ、やってるやついたらバカだなと思った方がいい、はい。あの、まあ、でも逆に言うと、はい、バッターが気づいてないパターンあるから、はい、バッターもバカなパターンあるけどね。だからバカ同士がやるとバレない。あ、なるほど、そうですね。でも俺はもうそういうのばっかり悪用してたね、はい、一回審判の方にも教えてあげたの、はい、インコースに構えた瞬間に多分寄るんだろうね、はい、ザザッて音がするの、へー、足の、うん、それは別に今度ガンガンって大きくないよ、はい、ザザッて聞こえるぐらいになるのよ、はい、でもアウトコースに構えるとなんないのよ、はい、これインコースに構えたらなんだと思って、うん、で打席に立ったら、はい、やっぱ鳴るのよ、はい、ザッザッて、うん、でこれ使えんなと思ったけど、はい、逆に使われるのも嫌だから、はい、審判の人に教えてあげた。え、そうしたら教えたら審判どうするんですか。直すよね、それ。あ、無意識だから審判の人。あ、そっか、無意識で鳴ってるから、あの多分気づいてないと思うんですけど、はい、あのキャッチャーがインコース構えた時にザザッて音が鳴るんですよって言って、うん、それでキャッチャーの構えてるところが分かるから、うん、まあ、僕は気づくん で打席に入ってても気づくんで、そこ多分改善した方がいいと思いますって言って、あのそれキャンプの時ね、はい、キャンプの紅白戦とかの時に気づいて、うん、その教えてあげた、はい、じゃあ次続いて、はい、2つ目、はい、2つ目、はい、牽制の時にインコースに構えるやつ、うん、牽制の時に牽制のサイン出してインコースに構えるのよ、はい、で牽制するのよ、はい、それで、うん、あの投げてくる時アウトコース構えるのよ、はい、要は牽制するときにインコース構えて、はい、おインコースやって思わしといて、はい、本当はアウトコースっていうパターン。あー、
牽制のサインだから、はい、こっち投げてこないから、はい、だから行かへんインコース構えて、はい、大げさに、うん、でちょっとバラしといて、で次のアウトコース投げるっていう、ああそれなんかもうフェイント的な、うん、俺牽制したらすぐ見るからね。やっぱバッター見るんですか、牽制したらこうやって。俺はね、俺知ってるから、はい、うん、俺は牽制したらパッて見てインコース行ったら次絶対外やと思う、はい、じゃあそれで牽制した時にアウトコース構えたらどうなんですか。そんなやついない。あ、そうなんですか。あのアウトコース構えてるか普通に構えてたら、はい、そうするとそのまま、あアウトコース構えててインコース来るやついないんだ。あ、そうなんですか。インコース構えてた、次外やろっつって、シュシュシュッつって、もう外狙って。だから俺はわざとインコース構えて、わざとインコース投げさせたりとか。ああ、だから逆フェイントですね。うん、逆フェイント俺はあえて使ってたけど、はい、そんな人はいないいない、ほぼいない。え、これ佐藤さんがじゃあインコース構えてるじゃないですか、牽制の時に構えたとして、うん、チラッて、あら、このバッター見たなってわかるんですか。うん、見たなっていうか、はい、もうそこにいるから空気感でわかる。あ、まあ、空気感でこっちがこっちがわかりますよね。うん、うん、そっか、ガッて見なくても、はい、俺はもう牽制した瞬間にガッて見る。あ、じゃあすごいインコース構えてるなと思ったら、じゃあ次外のか、もうだから 100% ではないけど、はい、8割絶対そうだね。あ、まあ、あの的絞りやすくなりますね。うん、そうそう、うん、でもそんな活用よるから、はい、もうそんなもやんない方がいいよ。もう普通に真ん中ぐらいで普通に構えておくのが一番いいよ、はい、そうですね、低く、はい、それが一番なんか何もねえんだけど、それかもうインコースに構えて外行くんだったら、インコースに構えてインコース行くのもやった方がいい。両パターン作った方がいいですね。もう、うん、そうするとバレなくなるけど、うん、インコース構えたら外、ボーイね、これ見てて、テレビ見てて、よく大体牽制の時アウトコース構えたら次外やなって思うから、まあ、100% やねんけど、8割方、まあ、たまに牽制のサイン出してないのにピッチャー牽制することあるから、うん、そこら辺はちゃんと見なきゃいけないんだけど、はい、牽制のサイン出しててインコース構えてる時は8割方絶対外だね。へー、ちょっと見てみよう、そこ。こんなんもやっちゃダメなの、キャッチャー、はい、あのバレちゃうよ、俺みたいなやついたらすぐ見るの。そうですね、佐藤さんに鋭い人もいるでしょうからね、うん、で、はい、3番目、はい、文句言うっていうやつです。文句言う、それは審判に対してですか。そうそうそう、うん、もういいことないから、はい、言ったって。そうですね、うん、ね、はい、あのこの動画がいつ出るか分かんないけども、はい、でも騒ぎ浪費の問題もあったけどね、はい、文句言って、はい、いいこと1ミリもないから、はい、そういったところは、うん、やっぱり審判とのコミュニケーションをしっかり取る必要があるから、うん、しっかりやることが大事だね。でも佐藤さん前の動画でも言ってましたけど、うん、まあ、1回か2回、うん、結構オラついてましたよね、うん、ちょっと締めとかなきゃなと思って。やっぱり審判を、うん、やっぱそんな常にはいはい言ってねえぞっちでね。いやでも何事もなくてよかったですね、本当ね、その時ね。いや別に俺に引いないから、俺聞いてるだけだから。だって聞いてるだけ、聞いてるだけ。何を聞いてるんですか。は、何やその顔っちって言うと。そうなったらそうなるんでいいですねって聞いてるだけ。あ、文句じゃないんですね。うん、聞いて確認。ああ、確認の言い方もうちょっと柔らかくした方がいいね、いいかもしれないですけどね。いや、睨みつけてたから、は、お前何睨んでんだよ、ほら、つって確認しただけよ。あ、まあ、だから、まあまあ、柔らかく言うとね、はい、お前、うん、何睨んでるんだ、こらって言っただけ。それはもう柔らかくないですよね。あ、だから佐藤さんが文句言ってる場合じゃなく聞いてるんですね。聞、確認してるの。文句はあるんですか、うん、文句あるんですかと、うん、なんだその顔つきはって、はいはい、で、うん、は文句ないんだったらそんな目で見てんじゃねえよオラって言っただけ。オラが余分だと思うんですよね。コラとかオラが余分だと思いますけど。そうなの、はい、だって審判とのコミュニケーションというか友好関係が大事ですからね。コミュニケーション、はい、敵対的視線だったから。あ、まあ、向こうから敵対的視線送ってきたから、うん、だからこっちも、はい、あの有効的、はい、あの確認作業しただけよ。有効的ですかね。まあ文句言ってね、いいことは一個もないの、うん、あのどういうふうにちゃんと言ったかは、まあ、あのこちらの動画を確認してもらえれば、はい、あの実際の言い方が載ってます。相当ちょっと来てますけどね。いや来てないよ、確認しただけだから。そうですか、うん、もう私だったらビビりますよ、あんなこと言われたら。怖いですよ。でもそういうのはやっぱりね、はい、コミュニケーション取った方がいいから、やっぱキャッチャーとしては、はい、やっぱそういうのは、まあ、しない方がね、うん、自分の身を守ることでもあるし、はい、まあ、やっぱり審判も人間だからね、うん、そういったところはやっぱ文句言わない。だからこの3つは、はい、無駄にしない方がいいね。うん、やっぱそんな言うほどメリットないよ、はい、ザザッていうか、うん、とかいうのも、うん、牽制の時インコースばかりも、はい、それ逆に使われるからね、はい、でもね、本当やってるから。
そんなやってるんだ。見てて見てて、高校野球もそうだけど、学生野球もプロもやってるから見てて、ちょっと牽制の時とか、こう構え、どこ構えてるか見てみます。そう、だからまたね、そういうところもね、癖がこうやって面白いから、いや、その次なんか外かなみたいなね、まあ、でも大体俺の時は8割方だったけど、まあ、これを見てね、うちのうちする人も増えるかも分かんないけど、ね、そうですね、まあ、そういったところはね、キャッチャー、アマチュアの人もそうだけど、まあ、あんまりしてもそんな効果ないよっていうね、ところはあると思います。はい。